が私のスーパーハイパーウルトラヤンマスファイト。知りました。地球には守るべき人も物もあると。ロブ君の人間ドックはこれで終わり。人間ドック？放棄された基地ですが、医療機器が動いてよかったですね先輩。ええ、木ではあるのですが、れっきとしたブラザーであると分かりました。砂の巨人がいるのだから、木のブラザーがいてもよかろう。将軍も自称タイムトラベラーですしね。カメラ回ってる？巨大生物の反応です。この素早い敵は食べるんだです。今さら紹介？この前は練り身がうるさすぎて紹介できませんでした。エンジンスタート。リロードね。交代しますよ。なんか小さいし大したことなかったな。それはそうと、人間ドックとやらは面白い文化だな。ローマにも取り入れよう。アガハイもそのバリウムとやら飲んでみたいぞ。そうだ、レオンちゃんもついでに調べてもらったらどうですか？確かに、本当は何ブラザーなのか正体がわかるかもしれないです。僕は僕なんだから必要ないだろうが。うわぁ、周りに敵が。ここはもう、巣のようだ。これが私のスーパーハイパーウルトラヤンマスファイト。僕も力になれるはずです。戦闘は譲りませんよ。これでどうだ。バトンはあらへんけど、バトンタッチ。しないとのかい。その調子です。飛ぶね。
力になれるはずです。どうやるのか、大きく育て、感情を変えろよ。感情を変えろよ。体に戻って、地上に出る階段を目指しましょう。レーダーに目印を表示します。私の番です。戦闘エリアに敵です。はい、知ってました。スリップストリーム、レギュラーの側は立たない。リロード、僕も違います。僕がおとりになります。戦闘は譲りませんよ。交代しますよ。もうダメや。リロードが長いと思いました。私の時はチェンジですよ。バトンはあらへんけど、バトンタッチ。敵が攻め込んできていますね。怖いですね。たまたま飛ぶで。弾数ゼロ、リロード開始。芝居たろかい。巨大生物がわらわら来てます。知ってた。ホームパーティーでもしていたのか。イサンダーのお友達が大集合じゃないか。あ、いえ、大集合という意味では、もう一種類。ねえ、これドッキリでしょ。わかってるんだから。違うの。会食カーストって、
やっぱり寿司が1位やったりするんかな。一気に仕留める、それが作戦です。飛ぶで。実は高所恐怖症。殺人事件や。なんや、生きてたんか。ちょっとがっかりや。残数ゼロ、リロード開始。あんたはひな壇に戻って。いざ勝負です。やはり来ました、金色のギサンダーです。金色だと。あ冗談。帰って。やってやよ、突撃。ダメだよね、おんちゃん。そのついでに。ない。走れってか。ロブ君の追加の分析が出ました。彼は特殊なパワーを持っているようです。待ってや。彼は植物、特にマングローブと対話ができるようです。喋れる。もう大丈夫です。すごい、ペリミさんの言った通りですね。筋を持って、当てずっぽうだと思う。こういうのか。交代しますよ。飛ぶで。戦闘は譲りませんよ。私のウィニングローだ。これでもチェンジしてリロードに専念しましょう。あらへんけど、バイトルタクシー。みんなは次なので何回目ですか。もう考えていません。たまたま。戦闘は譲りませんよ。いざ僕も力になれるはずです。環境を変えろよ。交換しないと。私の番です。リロード開始。ブラザーチェンジを推奨します。無茶をしてはいけません。環境を変えろよ。環境を変えろ。攻撃されるとひとたまりもありません。接近されないように注意してください。あんたはひな壇に戻って。リロードね。すぐ攻撃できるブラザーにチェンジしませんか。交代しますよ。自由に使ってください。戦闘は譲りませんよ。レギュラーの座は渡さない。マジ仕事選べよ。邪魔ね。豪華。リロードが長いと思いました。ファイトルだ。私はチェンジですよ。うわあ。飛ぶで。私のファースト写真集マイディアタッピー発売中です。この戦いが終わったら、この格好の訳を教えてやる。嫌ってくれていいよ。
チンギス、さらにハンニバル。名称とは恐ろしくあるべきだからな。EDF の指揮下に入ります。守るということなら大得意ですよ。スイス人ですからね。